ヘルシオヘルシオヒールツヨは2004年平成16年にシャープが大阪府立大学と共同開発した家庭向けウォーターオーブンの名称同社の登録商標日本第488万212号他である2005年平成17年産学館連携功労者表彰を受賞2012年平成24年に ヘルシオ炊飯器を発売したことで、キッチン家電、調理家電のブランド名称に発展している。電子レンジのようにマイクロ波で調理するのではなく、300度以上に加熱した加熱水蒸気で調理するのを特徴とし、シャープは水で焼くと表現、パサつかず、しっとり仕上がると同時に油が落ちて減塩ができるというのが売りである。名前の由来もヘルシーと ヘルシオからネーミングされた。当製品の発売前までは、加熱水蒸気、オーブン、ウォーターオーブンは、ホテルなどの業務用でしか使用されていなかったが、100V 電源、商用電源での使用に成功した、当製品の発売と同時に、家電業界に大きな反響を呼んだ。発売直後の売れ行きは好調で、後に、各社からスチーム機能搭載のオーブンレンジが、 発売されるようになり、スチームオーブン市場を広げるきっかけとなった。初代は電子レンジ機能がついていなかったため温める機能が弱く、冷めたご飯を温めるのにも15分以上が必要だった。ユーザーからの電子レンジ機能に対する要望は強く、また調理時間についてももっと短縮してほしいという声が強かった。そのため、第2世代以降は、 電子レンジ機能が搭載され、水蒸気を加熱するヘルシオエンジンも改良されて、調理時間が短縮され、2代目、3代目に付属していた、加熱水蒸気調理用の皿、第5世代以降は廃止されたを、電子レンジ機能で使うと、本体の破損の恐れがあったため注意が必要だった。暮らしの手帳市の商品テストでは、焼き物では、ガス器具での調理より、風味の点で劣り、 蒸し物は美味しくできるが健康面での効果はあまり期待できないなど調理器具としては完成度は低いという結果が掲載されたこともある。しかし使い手の感想はおおむね蒸し物や肉料理、魚料理に対して良好である。ただ魚を調理した場合匂いが庫内に残ることが気になる点として挙げられているが脱臭スプレーを使った拭き掃除により除去は可能である。 なお、脱油、減塩、ビタミン C 保存、栄養素保持、細胞破壊抑制、酸化抑制効果は、第三者機関によって証明されており、油の付着や匂いを防ぐ、脱臭クリーンコートを採用し清潔面も強化されいる。また、蒸気の力で汚れを溶かし、さっと拭き取るだけの、粉いクリーン機能を搭載している。発売時期は、機種参照。 フラッグシップモデルのアックス X123.5 型のカラー液晶を搭載するとともに、従来別売りだった蒸気排気ダクトを本体に内蔵したことで、上部 10cm 以上のスペースがあれば設置が可能に。また、大量の蒸気を生かし、食器類やキッチン類を手軽に除菌できる除菌機能が追加された。また、この台より名称を再びヘルシオに統一するとともに、 スタンダードモデルの x s 1と普及モデルの x l 1の3機種をラインナップする。全世代同様の3機種のラインナップだが、x x 1の後継モデルの x x 2では、業界最多の288の自動メニューを持ち、健康状態から5つの項目から料理を選べる健康サポートメニューを追加。豊富なメニューから素早く選べるように検索機能も加わった。 また、全世代では上級モデルのみであった内蔵型蒸気排気ダクトを全機種に拡大。また、ホワイトバックライト液晶と118の自動メニューを搭載するスタンダードモデルのアックス G1 と容量26リットルのコンパクト設計と厳選した42種類の自動メニュー、野菜をイメージした3色のボディカラーを設定したシンプルモデルのアックス M1 を揃えた。 ラインナップを刷新。上級モデルのアック x p x 1では、さらに大きくなった4.3型、ASV カラー液晶をタッチパネル式とし、直感操作ができるヘルシオタッチを可能にした上、基本的な操作方法や入門メニューの調理方法などを画面で解説するヘルシオ教室も搭載した。また、家庭では、調理が難しかった70摂氏95度の 温度帯で蒸気を自動コントロールするソフト蒸し調理機能を搭載し、自家製ハムや温泉卵も簡単に調理できるようになった。さらに、調理時間の短縮を図るため、庫内上面と左右側面から蒸気を噴射するトリプル噴射方式を採用した。普及モデルの XGX1 は、庫内奥面と右側面から蒸気を噴射するダブル噴射方式にするとともに、 液晶サイズを3.0型に大型化。シンプルモデルのアックス MX1 も液晶サイズを3.0型に大型化するとともにホワイトバックライト液晶になった。なお、アックス PX1 とアックス MX1 には最近のキッチンのトレンドに合わせた新色、ステラホワイトをラインナップしたアックス GX1 にもホワイト系を設定。さらに、 2011年1月には追加モデルとして、小型冷蔵庫のトップテーブルにも設置できる奥行き 40cm のコンパクトモデルアックス CX-1 を発売。アックス CX-1 にもレッド系の他に、ホワイト系のステラホワイトが設定される。この世代以降、電子レンジ機能では出力1000ワットに設定した場合、加熱時間の上限が3分に制限され、また庫内糸は点灯しない。 第7世代と同じラインナップ、PXGX MXCX としているが、フラッグシップモデルのク x p x 2では、携帯電話やスマートフォンで撮影した写真を、赤外線通信を利用して本体へ送信した後、手書きのメニュータイトルや加熱条件とともに、最大25件までオリジナルメニューを登録できる、マイヘルシを搭載し、魚を骨まで柔らかく調理し、 丸ごとカルシウムを摂取できる骨まで柔ら機能を追加。さらにトリプル噴射エンジンはエンジンそのものを薄型化し、加熱水蒸気の発生効率を高めたことで、加熱水蒸気の熱量を PX1 比10%アップし、調理時間の短縮を実現。普及モデルの AX-GX2 には PX 系に搭載されていたソフト蒸し機能を新搭載し、ダブル噴射エンジンは ダブルヒーターエンジンと新型ファンの搭載により、調理時間の短縮実現。一段調理タイプのアックス MX2 には新たに、除菌機能を搭載。一人暮らしに、最適な18リットルコンパクトモデルのアックス CX2 は、液晶部をホワイトバックライト液晶に変更し、本体色にはピンク系のスイートピンクを追加した。第7.8世代と同じラインナップ。 PXGXMXCX としているが、全機種共通で、食材を角皿に乗せ、ボタンを押すだけで手早く同時調理できる、簡単焼き、簡単蒸しを搭載。フラッグシップモデルのアック x p x 3は、谷タ田タ食堂の500キロカロリー低食重メニューと、美容に効果があるとされる、栄養素を多く含む、美容サポートメニュー51メニューを追加。 5 0 0カロリー定食は1食分のメニューを簡単に同時調理ができ、さらに加熱水蒸気を用いるためメニューによっては通常、調理よりもさらなるカロリーダウンが可能となっている。また、スマートフォン専用に開設したヘルシオサイトから本体には搭載されていない旬の食材を使ったメニューやサ地メニューをダウンロードし、赤外線通信を利用して送信することで、 最大25メニューを追加で登録でき、一度登録すれば、次回からはメニューから選んで調理をスタートすることができる。さらに、エンジン部分にスイングダンパー方式を採用したターボ直噴エンジンを搭載。上段だけの一段調理時にダンパーを閉めることで、上段の空間に加熱水蒸気を集中噴射することが可能なったことで、調理時間の短縮が可能となった。 普及モデルの AX-GX3 は断熱構造エンジンの採用により加熱水蒸気の発生効率をアップし、庫内温度の上昇を早めたことで調理時間を短縮。自動メニューに美容サポートメニュー17メニューを追加した美容サポートメニュー17メニューは一段調理タイプの AX-MX3、コンパクトタイプの AX-CX3 にも搭載。 コンパクトモデルの AX-CX3 はディスプレイを2.6インチに大型化した。ラインナップを刷新。PX3 後継のプレミアムファミリータイプである SP1 は大量の水蒸気を発生させるパワーアップ 1350W エンジンと PX3 との体積比で128%小さくすることで加熱水蒸気発生効率を高めた。 薄型加熱水蒸気ダクトからなるエコアザターボ噴射エンジンの採用により加熱水蒸気を素早く集中噴射させることで調理時間を PX3 に比べて最大約40%短縮。例えば鶏の手り焼き4人分の場合第1世代の HC1 で約29分かかっていたのが第10世代の SP1 では半分以下の約12分で調理ができるようになった。 さらに、心エンジンも搭載され、癒しの言葉を話したり、タイミングよく操作のアシストを行う上、自動メニューの対象メニューに聞いてボタンも配置し、料理に合わせた役立つ提案を音声で知らせてくれる。この他、GX3 後継のスタンダードタイプ GA1 は、簡単お菓子メニューを新たに搭載し、ディスプレイを3.5インチに大型化。 プレミアムアクティブシニアタイプの位置づけとなった MX3 後系の SA1 はディスプレイを4.3インチにオン型化してタッチパネルを搭載。さらにトップ画面はボタンや文字を大きめにして操作しやすくし SP1 同様癒しの言葉を発したり調理終了を知らせる心エンジンも搭載。魚を骨まで柔らかく調理し丸ごとカルシウムを摂取できる骨まで 柔らかに機能も追加し、ボディカラーも新たにブラウン系を追加した。CX3 工継のコンパクトタイプ CA1 は、メニュー数、クックブック、自動を増やした、マイナーチェンジ程度である。SP1 工継のプレミアムモデル XP100 において、大量の水蒸気を発生させる、パワースチームジェネレーター、天板と背面にある3つのヒーターで加熱水蒸気を、 発生させるトリプルウーターヒットシステム回転数や回転方向をきめ細かく制御できる回転ファン上下段の気流を仕切るスイングダンパーで構成された3ドライブハイパワーエンジンを搭載これにより二段均一加熱第9世代以降で可能となった上段集中加熱に加え下段はスチームを満たして蒸し調理上段は加熱水蒸気を噴射した焼き調理の 上下に断別加熱が可能となった。さらに、庫内幅を SP1 に比べて 5cm 長くして、ワイド庫内にする一方、SP1 に比べて、設置面積を約22%縮小して、コンパクト化した。さらに、液晶ディスプレイは、デカボタンへの切り替えが可能なほか、デカボタン設定時のみ、背景色を黒に変更できる上、ボタンの並び替えも可能となった。 また、ファンデリーの管理栄養士との共同開発によるヘルシー食メニューを新たに搭載した。このヘルシー食メニューは XP100 のみならず、GA100、SA100、CA100 にも搭載される。気によりメニュー数が異なり、XP100 は30メニュー、SA100 は15メニュー、GA100 は10メニュー、CA100 は6メニューを搭載する。これにより、全機種で自動メニュー数、 クックブック掲載メニュー数ともに増加した。2015年2月にはプレミアムモデルの XP100 をベースに本体のドアを開ける、またはスマートフォンアプリ、コロボードからメニューを提案し、選択したメニューの食材リストから必要な食材を選択して自動作成する買い物リスト、ヘルシオレシピに掲載の新着メニューや特集メニューをスマートフォンから本体へダウンロードし、 トップ画面に新着メニューを表示してすぐに調理を開始できるクラウド機能、友達家電に対応した XP1WF を追加発売した本機種は受注生産で友達家電を利用するにはプッシュボタン方式を採用した無線 LAN ルーターなどの無線 LAN アクセスポイントとスマートフォンまたはタブレット端末、Android、iOS どちらでも可能を要し、 常時接続のブロードバンド回線、高回線を推奨、インターネットに接続するたびに、ID 認証が行われる方式では、負荷が必要。また、スマートフォンアプリ、心ほどのダウンロードと、ハープ、iClub の会員登録も必要である。必要な準備が整ったら、宅内無線ンで、スマートフォンまたはタブレット端末と接続し、ダウンロードした心ほどを起動して、 シャープイクラブのシャープ ID とパスワードでログインし友達家電として登録し心ほどのボードに招待することで利用可能となる最上位モデルの XP200 においてウォーターヒート技術温度センサーに加えて庫内天面に配置した赤外線ムーブセンサーを組み合わせた自動調理機能を任せて調理を 日本国の家庭用1 0 0トオーブンレンジで初めて搭載。この機能は温度が低い食材により多くの熱を与える加熱水蒸気の特性、赤外線、ムーブセンサーによる食材の温度検知、右、中央、左のエリア別圏、温度センサーによる食材の量検知により、好みの食材や分量を角皿に並べて、4つの調理方法、網焼き上げる、焼く、炒める、 吹かす、茹でるから洗濯するだけで、温度、冷凍、冷蔵、常温が異なる食材が混在しても、分量の多少があっても関係なく自動調理ができるようになった。また、余熱温度まで一気に素早く加熱することによって、ウォーターオーブと熱風コンベクションオーブンの2種類の手動オーブン機能で、摂氏300度のハイパー,ー設定が可能となり、上段集中加熱により8から10分で、 調理できる、スピードメニューは100種類に増やし、上段を加熱水蒸気加熱、下段をパワースチーム加熱で調理する、焼き蒸し同時メニューには、簡単スイーツや、ファンデリーの管理栄養士との共同開発メニューを、追加。GA100 後継の SP200 は、噴射方式が、庫内天面と、奥面2箇所のトリプル噴射方式となり、焼き蒸し同時、メニュー。 スピード100メニュー、最高摂取300度まで設定できる2種類の手動オーブン、風コンベクションオーブン、ウォーターオーブン機能を搭載。さらに、せ露蒸虫、骨まで柔らかに、さっくり解凍、全解凍も追加され、虫し物セットメニューと自動モーニングセットが2段調理に対応した。SA100 後継の MP200 はディスプレイをタッチパネル式カラー液晶から。 大型ドット文字を採用したホワイトバックラート液晶に変更し、さっくり回答、前回答を搭載した。なお、XP200、SP200、MP200 の3機種は横幅 49cm、奥行き 43cm、MP200 は 43.5cm のコンパクト設計ながら、こない幅 41cm のワイドこないを実現した。 高さ 34.5cm のコンパクトモデル CA200 には全回答機能を搭載した。2015年10月には XP1WF 後継の友達家電対応モデル XP2WF を追加発売した。XP1WF 同様に受注生産となっており、友達家電を利用するための必要環境も XP1WF と同じである。 XP200 の後継機種となる最上位モデルの XW300 には音声認識機能と無線 LAN モジュールが搭載されており対話形式でこんだての相談をすると AI 人工知能が季節や天気の情報と調理履歴など考慮しながらクラウド上に保存されているメニューから提案するクラウドサービスココロキッチンココロキッチンに対応なお利用の際は プッシュボタン方式の無線 LAN アクセスポイント機器を用いた無線 LAN 接続が必要。また、クラウドサービスと同名のスマートフォン専用アプリから調理データのダウンロードが可能で、Yahoo のスマートフォンアプリ、ミスイングスとの連携にも対応している連携利用の際は事前に Yahoo Japan ID が必要。また、AI が献立の相談内容や利用状況によって 家族の思考を自動的に学習し、一定のルールに従った対話を行えば、食材の異なる表現なども対話をしながら学習し、次回からその表現を用いてその食材の入ったメニューの提案も可能である。また、自動メニューに関しては、XP200 ではメニューごとに都度設定していた分量や仕上がり、具合を2回目に使用するときに前回設定した内容を自動反映して、 音声で知らせることで、設定作業を簡素化した。任せて調理も改良され、上段でのおかず調理に加えて、網焼き上げるまたは、薬を選択した場合に限り、下段で、炊飯、最大にカップ分までの同時調理が可能となった。二0十六年十月には、家電向けに開発したクラウドシステムを開始、管理栄養士によるワンポイントアドバイスや食品メーカーの広告、 広告を視聴すると、ポイントが付与され、たまったポイントを景品に交換できる、サービス、ポイント家電も開始されるなどを受けることが可能な、キッチン向け情報配信サービスを開始した。本サービスを受けるには、XW300 を無線 LAN でインターネットに接続する必要がある。本世代では、MP300 の上位機種にあたる、古内溶石26リットルの、 アクティブシニア向けモデル AP300 を追加。AP300 は第12世代の最上位モデル XP200 に搭載されていた心ココエンジニア、任せて超を搭載するほか、角皿にアルミ素材を用いて軽量化した楽ラ々クラク軽量角皿を採用した。さらに全機種においてドライフードが作れる機能が追加され、油で揚げないチップス MP300。 CA300 は手動メニューで搭載が作れるほか、SP300 と XW300 はセミドライやおつまも可能な3モード仕様である。また、CA200 後継のコンパクトモデル CA300 はカラーバリエーションが変わり、CA200 のレッド系に変わり、ブラック系が新たにラインナップされた。x w の後継機種である x w は、 高火力ヒーターで強力に加熱した加熱水蒸気を庫内天板から食材に自家噴射することで食材の表面に短時間で焦げ目をつけることが可能な炙り焼き機能を日本内の家庭用 100V オーブンレンジで初めて搭載した AP300 の後継機種である O400 は第13世代の最上域 XW300 で搭載した任せて調理 音声認識機能、無線 LAN モジュールを搭載し、心キッチンにも対応。ディスプレイは4.3型に大型化、カラー化し、タッチパネルも搭載した。XW400 と O400 には、ドアを閉める際の衝撃を少なくし、静かに優しく閉まるソフトダンパーを採用した。XW400、O400 の後継機種となる、XW500、O500 は、期体用の、 心キッチンにおいて、スマートスピーカーによる音声対話に対応、第十三世代の x w 三百、第十四世代の x w 四百、o 四百でも対応している。x w 五百は、任せて調理が改良され、上段で、任せて調理を行いながら、下段で惣菜の温めを行うことが可能となり、上段が、網焼き上げる、焼く、炒めるの場合は、 揚げ物惣菜の温め、上段が、吹かす、茹でるの場合は、蒸し物惣菜の温めが可能である。また、高温と低温を組み合わせた、炙り芳醇焼きが搭載され、まず、加熱水蒸気で一気に炙って、表面を焼き固め、その後庫内を蒸気で満たして、温度を下げ、低温でじっくり加熱。これにより、大きさにばらつきがある塊肉、350g から 800g。 の自動調が可能となった。AS400 の後継機種となる AS500 は新たに任せて調理が搭載された。なお、AS500 では調理法の選択に加え、冷凍食材の有無を手動で選択する必要がある。8月には13世代の SP300 以来となる2段調理対応の普及モデル XS500 を追加設定。XS500 はヘルシオでは 初となる手動のウォーターオーブンや、ウォーターグリル調理での加熱水蒸気量調節器が新たに搭載され、加熱前と調理中で3段階に調節可能となった。また、XW500 同様に、任せて調理が搭載されており、下段で惣菜の温めを同時に行うことが可能だが、XS500 では、AS500 同様に冷凍食材の有無を手動で選択する必要があり、 下段の惣菜の温めは、冷凍なしで、上段が、網焼き上げる、焼く、炒めるのいずれかを選択した場合に、揚げ物惣菜のみ可能である。また、CA400 の後継機種となる、コンパクトモデルの CA450 も同時に、設定された。XW と O を、モデルチェンジ、アイットクラウドサービス、ココロキッチンの進化により、 食材と手段を声で伝えると調理方法が調理履歴や使い方に応じて話しかけなくてもヘルシオが若使いこなしの技が音声でアドバイスする機能が搭載された。また、大量の蒸気を用いて摂氏80度前後の低温で包み込むように青野菜類やキノコ類を蒸し、 100g から 300g までの自動調理に対応した低温蒸し合う野菜機能と絶対湿度センサーによって食材の蒸気から食材の仕上がり状態を見極めることで耐熱容器に食材と調味料を入れてスタートする系で自動調理が可能なレンジ機能レンジで一品を搭載副菜向けの5分おかず煮物向けの簡単煮物乾麺の状態から調理可能な 簡単パスタなど15種類のメニューが用されている。現在は生産を終了している。現在は生産を終了し、後述するヘルシオグリエ継承されている。現在は生産を終了している。現在は全機種生産を終了している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。